優雅なるロイヤルレディ、そしてユニットアリザリンのメンバーとして活動中のフォーミダブルですわ。これからのライブは私のオリジナリティで全力で参りますわよ。楽しみにしていてくださいませ。指揮官、イラストリアス3番艦アイドルフォーミダブルが挨拶申し上げますわ。これからのライブをどうぞよしなに。こんな感じの挨拶ってういういしいドキドキする感じが伝わりますわよね。ん、指揮官お早いですわね。じゃあ今のうちにアイドルフォーミダブルのソロライブを指揮官に見せて差し上げますわ。指揮官、今日のフォーミダブルの衣装は、すごくイケてるって。まだ聞いていませんでしたのに。選ぶ曲はもちろんじゃじゃーん、フォーミダブルスタイルのロックンロール。指揮官、ダイナミックな響きでしょ。はい指揮官、こちらにいらっしゃい。どうしてって、もちろんフォーミダブルにもっと近づいてほしいからですわ。イラストリアス姉さんのライブ、やっぱりキラキラ輝いていますわね。あ、私だって負けませんわよ。指揮官もエコひいきなんてしないでくださいませ。うん、指揮官はフォーミダブルのファンのナンバーワンになりたいんですのね。うん、きっとそうですわ。指揮官、これは冗談では済みませんわね。説明なんてさせませんわ。今はアイドル活動中ですわよ。ああ、ちょっと手を戻しなさい。引っ込めては目ですわ。今日の任務リストはこちら。忙しくても任務の遂行を忘れないようにね。フォーミダブルのライブと重たい任務報酬、どっちが大事？指揮官のことだからどっちもでしょ。指揮官へのファンレターもありますわ。確認を忘れないで。インターバルは終わり。指揮官、フォーミダブルへの応援、準備はよろしくて。ライブの時に落ち込んでいたって？きっとわからず屋のバカのせい。近寄りすぎ。バカ、許す。許しますから。指揮官、来るのがお早いですわね。そんなにフォーミダブルのライブが楽しみなんでしたら、リハーサルに立ち会って一足先に見てもいいですわよ。ふーん、フォーミダブルのライブとイラストリアス姉さんのライブを比べるなんて、
よくそんなことを言ったものですわね。それで、どちらかといえば、やっぱり、私…何でもありませんわ。ミュウヘイソー実験に参加した理由？やっぱり、本当のフォーミダブルでいたいからですわね。ロイヤルレディーらしく振る舞わなくていいですし、好きな音楽を思いっきりやれますし、それに指揮官のとってもお得じゃないです？いらっしゃい指揮官。今日もフォーミダブルのレッスンを見学します？これってフォーミダブルの宣伝ポスター？まさか指揮官がフォーミダブルのライブをそこまで気に入ってくださるなんて。はい、お返しに今日はフォーミダブルの一番可愛いところを見せてあげますわ。ピンポンパンポーン、委託の報酬が到着しましたわ。ライブ用の設備も届いているようですから、一緒に見に行きません？やっぱりこれですわね。レディのロックンロールで行きますわ。完璧なパフォーマンスでしたわ。フォーミダブルたちの思い、きっと伝わっているはず。準備が足りてませんでしたわね。次回こそ完璧なパフォーマンスをしてみせますわよ。アンコールといきますわ。これって応援にしては想像以上ですわね。指揮官はステージの上のフォーミダブルをこう、言いたいことは全部わかっていますわ。私のすべての気持ちを唯一無二のライブで全部ぶつけて差し上げます。